隣の住人。俺のアパートの隣の部屋に新しい奴が引っ越してきた。なぜ引っ越してきたのか分かったかというのは、前の住人にはなかった隣の部屋からの音が聞こえ始めたから。一度休みの日に部屋で映画を見ていたのだが、結構大音響で見ていると、ちょうどテレビの後ろの隣の部屋との境の壁を、ドンと叩かれたのだ。ああ、うるさかったか、と慌ててボリュームを落としたのだが、その途端、コン、と小さな音がした。仕事柄深夜に帰宅することが多いので、帰ってからシャワーを浴びるのも0時を過ぎているのだが、シャワーを浴びていると何か音が聞こえる。ドンドンドン。ドアを開けてみると、バスルームの向こう側の隣との境の壁が叩かれていた。慌ててシャワーを止めると、コンと小さな音がした。ずいぶん神経質なやつだな、と思った。テレビの音は別として、シャワーの音でクレームつけるとは。しかも気に入らないのは、こっちが音を消すと、OKとでも言いたげな、あの小さいコンって音だ。だんだんと隣のクレームはエスカレートし始めた。シャワーはおろか、歯磨きしている時に水道を出しっぱなしにしていると、ドンとやられ、部屋で電話してると、ドンドン。と来る。で、俺が対処するたびに、奴は納得したように、コンと壁を叩いた。そんなある夜のこと、土日が休めずに、月曜の深夜に疲れ切って帰宅した俺は、洗濯物が溜まっていることを思い出した。かったるいけど、洗濯しなきゃ着るものもなくなってしまうから、仕方なくベランダにある洗濯機を回した。その途端、どん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 。ものすごい音でベランダに近い壁を叩かれた。この野郎、いい加減にしろよ。疲れもあって、ブチ切れた俺は、テレビをつけてボリュームを上げてやった。すると、テレビの後ろで、ドン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 、と音がする。ベランダ近くで壁を叩いたかと思うと、テレビの後ろを叩く。どうも隣の奴は部屋中を駆け回って壁を叩いているようだ。バカ野郎め、勝手にやってろ。俺は奴を無視してシャワーを浴びた。すると奴はバスルームの向こう側の壁を叩き始める。シャワーを浴びながら様子を伺っていると、なんと、奴は三箇所を叩き回っていた。ベランダ、テレビの後ろ、バスルームの向こうを駆け回って叩いている。どん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 、どん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 。頭に来た俺は、
シャワーを浴びながら初めて声に出して言った。うるせえなあ、まったく。すると、音はピタッと止んだ。こっちが遠慮することなかったんだ。今度叩かれたら、こっちも叩き返してやるか。などと考えてシャワーを浴びた。部屋に入ったらテレビが消えていた。あれ？俺、テレビ消したっけ？と一瞬思ったけど、おかしい。さっきまでテレビの後ろで壁叩かれてたんだし、なんでテレビ消えるんだろうな、と思って、タオルで髪を拭きつつ、ベランダのドアを開けて洗濯機を見た。洗濯機の蓋が開いていた。洗濯の途中で蓋を開けると、安全のために洗濯機は止まる。中では洗剤がついたままの服が水の中にあった。正直、不思議ではあったんだけど、洗濯機の電源を入れて洗濯機を回して部屋に戻った。壁は叩かれなかった。寝る前にトイレに行った。ドアの隙間に白い紙切れが差し込まれていた。A4 のコピー用紙にワープロで書かれた手紙だった。下の方に写真、写メが貼ってあった。ボサボサ髪の女だと思われる顔がニコリと笑っていた。お隣の方、夜分失礼いたします。あなた様とは日頃コミュニケーションが取れていたと思っていたのですが、先ほどの非常識な態度にはがっかりしました。あのように声を荒げられてはびっくりします。私が合図すると普段はきちんと対応してくださるのに感謝しておりましたが、今回は意思の疎通がうまくいかなかったようですので、私の方で仕方なく対処させていただきました。 PS、 シャワーだけは特別に今回は許します。私にも常識というものがありますからね。ベランダのドアを開けて洗濯機を見た。洗濯機の蓋が開いていた。洗濯の途中で蓋を開けると、安全のために洗濯機は止まる。中では洗剤がついたままの服が水の中にあった。正直、不思議ではあったんだけど、洗濯機の電源を入れて洗濯機を回して部屋に戻った。壁は叩かれなかった。寝る前にトイレに行った。
ドアの隙間に白い紙切れが差し込まれていた。A4 のコピー用紙にワープロで書かれた手紙だった。下の方に写真、写メが貼ってあった。ボサボサ髪の女だと思われる顔がニコリと笑っていた。お隣の方、夜分失礼いたします。シャワーを浴びながら様子を伺っていると、なんと、奴は三箇所を叩き回っていた。ベランダ、テレビの後ろ、バスルームの向こうを駆け回って叩いている。どん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 、どん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 。頭に来た俺は、シャワーを浴びながら、初めて声に出して言った。うるせえなあ、まったく。すると、音はピタッと止んだ。こっちが遠慮することなかったんだ。今度叩かれたら、こっちも叩き返してやるか。などと考えてシャワーを浴びた。部屋に入ったらテレビが消えていた。あれ？俺、テレビ消したっけ？と一瞬思ったけど、おかしい。さっきまでテレビの後ろで壁叩かれてたんだし、なんでテレビ消えるんだろうな、と思って、タオルで髪を拭きつつ、べ、洗濯物が溜まっていることを思い出した。かったるいけど、洗濯しなきゃ着るものもなくなってしまうから、仕方なくベランダにある洗濯機を回した。その途端、どん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 。ものすごい音で、ベランダに近い壁を叩かれた。この野郎、いい加減にしろよ。疲れもあって、ブチ切れた俺は、テレビをつけてボリュームを上げてやった。すると、テレビの後ろで、どん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 、と音がする。ベランダ近くで壁を叩いたかと思うと、テレビの後ろを叩く。どうも隣のやつは、部屋中を駆け回って壁を叩いているようだ。バカ野郎め、勝手にやってろ。俺はやつを無視してシャワーを浴びた。するとやつは、バスルームの向こう側の壁を叩き始める。隣の住人。俺のアパートの隣の部屋に新しい奴が引っ越してきた。なぜ引っ越してきたのかわかったかというのは、前の住人にはなかった。隣の部屋からの音が聞こえ始めたから。一度、休みの日に、部屋で映画を見ていたのだが、結構大音響で見ていると、ちょうど、テレビの後ろの隣の部屋との境の壁を、ドン、と叩かれたのだ。ああ、うるさかったか、と、慌ててボリュームを落としたのだが、その途端、コン、と小さな音がした。仕事柄深夜に帰宅することが多いので、
帰ってからシャワーを浴びるのも零時を過ぎているのだが、シャワーを浴びていると何か音が聞こえる。ドンドンドン。ドアを開けてみると、バスルームの向こう側の隣との境の壁が叩かれていた。慌ててシャワーを止めると、コンと小さな音がした。ずいぶん神経質なやつだなぁと思った。テレビの音は別として、シャワーの音でクレームつけるとは。しかも気に入らないのは、こっちが音を消すと、オッケーとでも言いたげな、あの小さいコンって音だ。だんだんと隣のクレームはエスカレートし始めた。シャワーはおろか、歯磨きしている時に水道を出しっぱなしにしていると、ドンとやられ、部屋で電話してると、ドンドンと来る。で、俺が対処するたびに、やつは納得したように、コンと壁を叩いた。そんなある夜のこと、土日が休めずに、月曜の深夜に疲れ切って帰宅した俺は、